皆さんこんにちは。日本対ギリシャ、解説福田さん、そして北澤さん、実況ジョン・カビラでお届けしてまいります。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして本日のこのスタジアムの雰囲気、もう言うことありませんね。はい、ここに駆けつけたたくさんのサポーターの活気に包まれて、非常に素晴らしい雰囲気になりましたよね。はい、スタジアムはまさに素晴らしい瞬間を迎えています。あと少しで試合が始まります。キックオフです。日本対ギリシャ、エキシビションマッチ、日本4バックできましたね。この2トップ、ここがね、どれだけゴール前でチャンスを作れるか、そこが鍵になりますよね。サルピンギリス、奪う、パスを選択、岡崎へ、2人追っている。さあこのボール、シュート、早速来ましたね。日本のゴール、チェント空いてましたからね。1対1のシーンでしたからね。日本先制。一瞬の逡巡もなく打ち込む。しかし隙間から抜けたところによく対応しましたね。あの裏を取られてしまって、そしてコントロールしてシュートですね。先制1対0。精神的なゆとりを持つことで視野がガーッと広がってきますから、結果的に攻めのリズムっていうものが良くなってきますよね。この得点をきっかけに流れを自分たちの方へさらに引き寄せていきたいところですね。長谷部、このパス、ギリシャのディフェンスに合います。中央から、ここは日本対応します。長谷部、本田、ギリシャの守備陣が対応。ボールは戻り、日本先制して1対0。激しいボールの奪い合い、打った、中村俊輔、決まった。前半開始早々、日本さらにリードを奪いました。体を寄せられてはいるんですが、強い大きな歓声です。いや、左隅にきれいに決まりましたね。ギリシャ、さあ2点ビハインド、まあ、1点取った後またさらに追加点、1回目では狙いとしては最高ですよね。思いがけず早めにゴールが決まりましたね。日本前半のうちにもう1点送って、さあ中央追いかける、クリアします。日本前半8分です。アリステアス、預ける、いいオーバーラップだ。しかし2人ついている、守備陣持ちこたえます。岡崎、駆け上がる、ここいいですね。サイド攻撃、切り込めるか。さあ上げる、ギリシャのディフェンスに合います。ゴール前に2人3人いましたからね、非常に分厚い攻撃だったと思います。
戻してカットされます。囲まれている。ボールを奪う中村俊輔、左へ。 2-0 で日本リード。遠藤、ギリシャのディフェンスに合います。ドリブル、中村。13分が経過、前半です。追っています。中村抜く、守備陣弾き返す。さあ日本最初のコーナーキック、クリアです。どうだ、駒野、中村俊輔、トゥーリオ、本田。ボールの取りどころがない選手、冷静なディフェンス。スルーパスもらえるところだったんですが、守備陣の読みが勝っていました。手の中へ、前半17分を経過。パス、サルピンギリス、右に回してチェック、上げる、中央へ。大きく蹴ります。クリアです。ボールをトラップ、本田、長友。北澤さん、日本得点後の動きなんですが、どのように映りますか？いや、いいと思いますよ。さらに勢いづいてきましたよね。なるほど。落とす、左サイド。日本攻撃のエンジンをさらに回転数高めてくるんでしょうか。現在2点差を争っています。サイドスローインです。前半の21分が経過しました。ボールを奪う、駆け上がる、長友、横に流す。いい形、ワンツーですね。ここにいる、この辺も拾ってきますからね。ここはギリシャクリアです。これはオフサイド。パス、23分経過、前半です。無理でしょう。抜けてくる、ボックス内へ入っていくのか。ゴールの右、ちょっと後ろからこうプレッシャーかけられた分、ボールがうまく上がらなかったかもしれませんけどもね。いや、低く抑えていいシュートですね。戻して ギリシャリードです。前半も25分が経過。パスをカットです。前を向くことができるか。タックルからファール、フリーキックのチャンスです。こういうところをチャンスにするというのが試合のリズムを変えることになりますからね。26分経過です。オロシリス、追っていく、マッチアップ、中央。ちょっと焦りましたよね。ちょっと詰めるのが遅かったですね。ニアサイドに入っていればっていうシーンでしたけど、ちょっと誰も入りきれなかったですね今ね。まあ、どちらか仕事を発揮
切りさせて終わりたいところでしたね今のね。遠藤、福田さん、ギリシャこの時点で2点の差をつけられています。この辺から少し中盤で奪われる場面が印象に残るんですがいかがですか。見ていて結構ワイドに開かれることが多いですから、スペースが空いてそこへの出入りが多くなるんですよね。落とす、ファールですね。これ直接フリーキックです。おっと競り合います。インサイド気味、大久保中央行けるか。ギリシャのディフェンスに合います。ついている、カラグーニス。31分、中央へボールが出てきた。ここ人数かけてんですよね。見ているところ抜いて、抜けてくるか。こぼれたボール、長谷部、中村俊輔、大久保、誰に当ててくるのか。ボールは遠藤、通りません。早めに右サイド振りたかったですけどね。カツラニス、ついていく、モラス。しかし福田さん、まあこれだけ差をつけますとあまり無理して攻めないというのも一つの手になるんでしょうね。確かに無理しないというのも選択肢の一つにありますよね。ただ選手たちの動きを見てましてもそんな感じでもなさそうですよ。ふわりと上げたところ、オフサイドですね今ね。さあ36分、守備陣と交錯です。右、トロシディス、コマノの対応。コマノ、いいインターセプトですね。おお、どうしたいとか、これはないのか。38分、コマノ、厳しいディフェンス。日本2点差の余裕があります。右、パパスタソプーロス、サイドチェンジですね。ヒルジアコス、ダイレクトで送る。コマノの対応、さあボックスの中に入っていくか、パスを選択するか。攻撃の芽を摘んでいます。さあもう前半も42分、ボールがこぼれ、この後ですね、つながらない。残り1分というところでしょうか。オフサイドです。オフサイドのシーン、レフリーの注意が入ります。フリーキックです。
ストチャンス作れるか。ここで笛、前半終了。日本開始早々の先制弾からさらにリードを広げて前半を折り返しています。やっぱ1点取るまでなかなか乗り切れないところありますから、早い時間に点が取れたというのは非常にいいことだと思いますね。サポーターの期待は当然勝利へと向けられます。さあ日本、前半は2対0という形、リードして折り返します。さあ後半キックオフ、日本対ギリシャ。次の1点、3点差にして試合を決めるのか、1点差に詰めてプレッシャーをかけるのか、非常に大事になってきますよね。フリーキックのチャンスです。おいい形ですよ。シュート、危ないシーン、日本シュートも完璧だったと思いますよ。ただキーパーもね、非常にいいセービングだったと思いますね。誰もボールに行かないんですよね。ちょっと無責任なディフェンスでしたけどもね。送って進入していくか、中へ行かない、ボールを上げる、いいとこ出ましたね。大きいクリア、中央、岡崎、パスしたかったところなのか、前線へ、前線に駆け上がっていく、奪います。駒野、大久保へ、岡崎、大久保へ、これも囲んでますからね。ファウルあったようですね。29メートル、ここは注目です。直接壁に当たってしまいます。左サイドです。中央上げてくる、持ち込み、ちょっと判断が遅かったですね。後半6分の経過のところです。左駆け上がる、攻撃の目を摘み取ります。拾えてますよ。アトラニス、ビントラー、中央へ、ホンダ下げて、トゥーリオ、長友、ホンダ、遠藤、中澤、トマノ、172センチ、76キロ、取ります。大久保、奪います。アトラニス、ヒルジアコス、後半11分経過です。追っていく長谷部、本田へ、ここをつなげればボックスの中に入っていくか、追いかける、スライディング、ファールに合います。ファールましたね。ギリシャボールになります。距離がまだある、ちょっと迷いますよね。渡ります。おっと、惜しいシュートです。ちょっと胸のコントロール大きくなってしまいましたね。今シュートコースを作っといて、左足を思い切り振り抜きましたね。後半14分になろうというところ、抜けない、中澤、トーマノ、大きくサイドチェンジ、長谷部。さあ残り30分というところです。
中央大久保ポジショニングは良かったんですが届きません。取れば面白かったですけどね。抜けてくるか、スライディング、ちょっとファールでしょうね今のね。イエローカードです。日本今のでイエローカード2枚目となりました。このボールを蹴るのはガラグーニス、直接狙えるか、いいディフェンスだ。岡崎中央に固まった後にうまく広げられないですよね。ギリシャのディフェンスに合います。おいいディフェンスですね。カラグーニスいいところにいたんですが届きません。スペースいいボール出たんですけどもね。日本この立ち上がりはいかがでしょう。ええ、リードはしていますから余裕もあると思うんでね、まずまずでしょう。まだ油断はできませんけどね。まだエリアの外です。クリア、ショートパスでうまく突破しようとしたんですけどもね。後半に入ってから何か変わったところはありますか。そうですね、日本としては前線へのパスがやや通りにくくなった印象を受けましたね。後半はそのあたりがちょっと気になりますね。なるほど、速いボール中へ、守備の意識が非常に高いですね。アリステアス30歳の選手、ポジショニング中央行ける、ここでボールを持つ、どう打開するのか、戻すか、スライディング、ファールです。イエローカードですね。日本これでイエローカード累積3枚目となりました。今のファールもう一度ご覧ください。ここからのフリーキック、こういったファールから流れ変わることありますよ。どこへ出す、しかし追いかける岡崎、駆け上がる、おほー、これはファールではない、落ち着いて自陣から回してますね。パス、スピロプーロス、ダイレクトで送る、前を向く、ホンダがチェック、追いかける、27分が過ぎました。後半です。岡崎、遠藤、大久保、2人ついている、奪われる、速いクロス、よくカバーしましたよ。スライディング、中には2人いたんですがもう一歩及びません。大久保、バトル、トゥーリオ、いい動きを見せる、いいですよ、いやもたつきましたね。ちょっと持つ時間が長かったかなというふうに思いますね。柔らかいボール、うん、ギリシャの守備陣が対応、中に2人いる、ギリシャの守備陣が対応、やっぱり非常にこう守備に対しての意識は高いですよね。中央駆け上がっていく、追走する、入っていかない、ギリシャのディフェンスに合います。
スピロプーロス、どう展開するのか。ファウルですか。これは注意だけですね。フリーキック、壁があります。イージーなミスですね今のね。中村俊輔、残り10分を切ってきました。さあどうする、ここからですね。ここ人数かけてますね。チェック、ボールは渡るです、ね、さあ入ってくる、一人で上がっていく、入ってもらいたいですねこれ。必要に中央から攻めるんですがまだうまくいっていません。ちょっと引きつけたら分かったんですけどね。遠藤の対応、トゥーリオ、遠藤ダイレクトで送る、大久保どうしますかね。この後打つ日本、ここで控えの選手がアップを始めました。後半39分です。トゥーリオ、2人囲まれてる、ギリシャの守備陣が対応、厳しいディフェンス、現在2点差を争っています。本田、ここで入れ替わります。まあ今後ね、交代で入れてくる選手へのね、自覚も含めてこういった交代をしたのかもしれませんよ。ファール、フリーキック、こういうところをチャンスにするというのが試合のリズムを変えることになりますからね。どこへ配球するのか、さあ時間がどんどん過ぎていく。中澤のディフェンス、持っていく、中央です、中央へ上げる、ポジショニング中央行ける、主審時計を見ながら長いホイッスル、日本勝利。さあ北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。日本としては前半に入れた2点を守りきった形になりましたけども、特に無失点に抑えたというのは大きいと思いますね。2点差は絶対的なリードではないということを全選手が意識していたからこそ、この勝利を収めることができたんでしょうね。さあ結果です。日本2対0で試合を終えています。皆様お別れの時間となります。今日はありがとうございました。いえ、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ごきげんよう、さようなら。